株式会社鹿児島銀行は、鹿児島県鹿児島市に本店を置く地方銀行、鹿児島県及び鹿児島市などの指定金融機関である。2015年9月まで県内に2つある東証一部上場企業のうちの1つであったが、後日の日後銀行との経営統合に伴い、2015年9月28日をもって上場を廃止している。2014年11月、 日後銀行と経営統合を目指し交渉中であることが明らかとなり、同11月10日、経営統合に向け協議、検討を進めることで、基本合意したと発表した。2015年10月1日、両行は共同金融持ち株会社である、九州フィナンシャルグループを設立し参加に入った。またこれに先立ち両行は、総額10億円で、企業支援を目的とする共同ファンドである。 日後、鹿児島地域活性化ファンドを立ち上げている。本店ビルと別館ビルから構成される施設は、よかど、鹿児島となっている。入居する店舗は、菓子店や雑貨店、飲食店などで、全店舗の生産は、電子マネーなど、キャッシュレス化し、現金利用者のためには、楽天エディを発行している。本店ビルは2020年4月1日オープン。 予定だったがコロナウイルスの流行により2020年5月13日全面オープンとなった。本店ビルには食物や工芸品店など物販店が31店が入る。別館ビルは2019年6月27日に開業した。別館ビルには飲食店を中心に15店が入る。2019年秋の春行をめどに老朽化した。 本店と泉別館を取り壊し、新本店ビルの建設工事に着手。新本店となる金星町ビルは、旧本店跡地に地下1階、地上13階建てのビルを建設。また、泉別館跡地には、地上8階建ての泉町ビルを建設。それぞれのビル1、2階にはテナントを誘致。また、金星町ビルの34階部分に、本店営業部を設けるとしている。 総事業費は100億円超の見込みと報じられた。これに伴い2016年9月20日から本店営業部は鹿児島市中町の仮店舗に手業務を行っていた。当初は2021年春をメドにしていたが2019年10月の創業140周年と2020年の東京オリンピック鹿児島国体に合わせて後期を前倒しすることとなった。 2019年1月31日、建設中の本店ビルと別館ビルの各一、2階部分に商業施設を作り、その名称をヨカド、鹿児島とすると発表した。ムーミンをイメージキャラクターとし、キャッシュカードの他総合講座、貯蓄預金講座、積立定期預金などに採用してきたが、2011年5月2日付で、ムーミンのキャラクターの取り扱いを終了した。 鹿児島県内のほか、宮崎県内には、都の城市に2店舗、宮崎市、延岡市、日向市、日南市、小林市、海老野市に、各1店舗を構える。その他九州内では、福岡県福岡市と熊本県熊本市に、各1店舗を構える。九州外では、東京都中央区と大阪市中央区に、各1店舗を構える。2015年9月28日、 沖縄県経済が観光関連、建設関連ともに好調であることや、国内地方都市で唯一人口が増加していることを考慮し、那覇市新都心地区のマンション内に事務所を併設した上で、肥後銀からの2名の出向者を含む総員14名体制で沖縄支店を開設した。また、 2018年7月には沖縄支店を同宿文字の沖縄テレビ放送本社の1階に移転の上従来の沖縄支店を新都心支店と改めて2店舗体制に拡大。また2016年1月18日には鹿児島県内では25年ぶりの有人店舗の新設となる公用支店を開設した。2011年5月6日 日本ユニシス製オープン環状系パッケージであるバンクビジアンに移行した。2002年12月からシカギンが時効で開発にあたり、運用を開始した融資、営業支援システムであるキーマン、キーマンズさん、キーマンパーシノル、キーマンモニタリングを共同利用できるように再構築したシステムの総称である。シカギンのほか18銀行や山梨中央銀行に加え、 2013年11月18日には、道の区銀行でも全面稼働が開始されている。ATM では、九州 ATM ネットワークにより、福岡銀行、筑豊銀行、佐賀銀行、18神話銀行、肥後銀、大分銀行、宮崎銀行、西日本シティ銀行のカードによる出金については、自己扱いとなる。2011年6月1日から、 鹿児島銀行のキャッシュカードを使い、JA バンク鹿児島の ATM を利用すれば、手数料の優遇を受けることが可能である。地元経済活性化の観点から、地場資本である南九州ファミリーマートと優先して、提携を結び、鹿児島県下のファミリーマートのほぼ全店舗にしか銀、ATM が設置されている。また、2011年春からセブンイレブンが、霧島市、曹市を川切りに、 喧下に進出を開始したことに伴い、セブン銀行から ATM 提携が同行に、脱信されるも、戦術の理由から提携は行われていない。なお、同行は、日本の地方銀行では唯一セブンイレブンの ATM に提携していない。18銀行は2020年10月1日に、新和銀行と合併して18新和銀行となり、2021年1月4日に、 旧神話銀行をベースとしたシステムへ統合したため、運用を離脱している。ありがとうございます。